訓練、この成果こそ剣敵必達、敵撃滅の不動の信念と烈烈たる闘志とを培うのである。我々は日ごとに磨きに磨く帝国海軍の姿を目の当たり見て、ますます信頼の念を強めていった。哨戒圏も間近に迫ってきたのであろう。甲板上の作業は全て日没後の暗闇で行われる。海水によって錆びやすい砲の手入れ、艦隊の小さな破損箇所の修理、あるいはまたゴミ一つさえおろそかには捨てられない。油のにじんだボロッキレなども空き缶に詰めて海中深く沈め、敵に発見せられないように万全の注意が払われる。艦内温度110数度、敷いているござにじっとりと汗で体の跡がつく。肩と肩とをすり合わせ重なるように眠る兵員の姿を見ると、我々が国内で部屋数の少なさに不平を言い、決戦生活の不自由さを嘆いてはいられぬ気がする。足を入れるに足れば出し、身を横たえるに足ればそれで満足しなければならないのではあるまいか。この人たちの睡眠を妨げないため、兵員室では大きな声一つ、笑い声一つ立てるものもない。お互いが疲れて眠るの、浅い眠りを覚ましてはならず。乗組員の人たちは、非番のわずかの時間を割いて、静かに読書をするか、碁、将棋をするか、時には食後のひとときをトランプに打ち興じるくらいが、丸か月以上の間の娯楽のすべてである。娯楽の少なさを嘆く我々の安易な考えを強く鞭打たれたのである。出撃以来早い90日、普段の緊張を続けながら日は過ぎていった。紺碧の海の色も茜さす美しい夕空も、艦内勤務者にとってはもはや忘れられた色となった。毎日の缶詰生活に飽きてくる頃となり、たったネギの根だけがわずかに生の野菜といえば言えるのである。こんな時、我々に大きな慰めを与えてくれるものはトビウオである。秘
いよく水上を走ってきたと思うと、ポンと甲板に飛び上がってくる。乗組員たちは敵商船と同様にこの獲物を待ち焦がれる。数匹のトビウオは艦全体には行き渡らない。まず艦長から順次に配給される。このトビウオの味のうまさは忘れることのできないものの一つであった。日ごと夜ごとの缶詰生活は胃腸を壊しやすい。食後には消化錠、ビタミン AB、肝油球、視力回復錠と副植物よりも薬の方を多く飲むのである。軍医長は限りある小人数で多くの激しい勤務をせねばならぬ人たちに少しでも病気をさしてはならぬと乗組員の健康を常に注意しているのである。今日見張り交代よろしい。地図の前には止まれ。状況を説明する。ただいまの位置は大体ここ。ここはインド豪州航路、インド、イラン、アフリカなどの敵空路に近い。したがって敵の哨戒も厳重であるが、また敵船も多い。潜水艦の声明は隠密に行動すること。まず敵より先に敵を発見することが必要である。したがって見張りこそは我々の生命であるから、視線の刻へ地上の煙も見逃さぬよう厳重に見張りせよ。では目を洗って交代せよ。